はい、皆さんこんにちは、Kです。今大阪におります。今日はですね、激安に借りれたレンタカーで山口まで高速降りずにサービスエリアグルメを楽しみながら向かいたいと思います。山口は涼介の実家があるので、ちょっと一緒に二人で帰ろうかと思っております。ただ涼介はなんと大阪の自宅からママチャリで向かっております。現在進行形で、今二日目なんかな、やっと山口入ったらしい。車一人旅はめっちゃ久しぶり。8月ぐらいに九州一周をアトレーちゃん軽バンでやったんやけど、今日はちょっと急遽やったんで、激安のレンタカーを借りまして、約9万キロ走ってるこの、これ何、マーチかな、マーチで超ちっちゃい安全運転で向かっていきます。で、今は12月16日の12時。こっから四国経由でしまなみ海道を渡って広島入って山口に行くルートにしました。第一チェックポイント、淡路島。これレビューがすごい、1万レビューぐらいあって、絶景とちょっと玉ねぎグルメなんかあるかな。レンタカーの値段を発表しますと、なんと3日間借りまして1万円です。安っ。で、いつもよく借りるのがガッツレンタカーっていうところがあって、そこが超安いので、今左に見ると1時間24時間2900円から。古いパンチ効いた車が多いんやけど、まあ、急遽借りるときはもうこんな感じで安いレンタカーを借りております。約1時間向かっていきたいと思います。もうすでに怖い、重曹の街並み。昔さ、重曹住んでたんよな。涼介と最初に同棲したのがなんと重曹の 7.2 畳ぐらいの超狭いところに住んでて、大好きな街。山口までってまあまあ遠いし、今日はもちろんぶっ通しで運転するんではなく、無理せずしまなみ海道に宿を取っております。サービスエリアグルメだけを楽しみながら行くので、一応1万円企画ということで、1万以内でいろいろ食べまくりたいと思います。よし、阪神高速神戸線に入ります。よし、やったー、下道めっちゃ嫌い、怖い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 。よし、合流完了。兵庫県の芦屋に入ってきてます。やっと明石海峡大橋、淡路島に入ります。綺麗、ハイウェイオアシス淡路。めっちゃお腹空いた。サービスエリア1軒目淡路で、ちょっとお昼ご飯軽く食べたいと思います。見て、超古いマーチ。やっぱ淡路といえば玉ねぎ料理なんで、玉ねぎ肉まんとかある。めっちゃ美味しそう。ここは奥にスタバもあるんよな。で、明石海峡大橋が丸見えないよな。めっちゃ美味しそう、淡路島産しらすとわかめ丼。やっぱ淡路はタイも有名やから、タイとぶり丼やって、めっちゃ美味しそう。はあ、玉ねぎも売ってる。じゃーん、玉ねぎ豚まん、これで350円。うわ、豚まんとか何年ぶりやろ。なんかテレビでチャチャ入れマンデーっていう関西ローカルのテレビで紹介されたらしい。1万円企画なんで残りが9650円です。余裕な気がする。
たまらん。玉ねぎ、ゴル。豚肉がゴロゴロ入ってて、若干この刻み玉ねぎが中に練り込まれとるな。程よく甘い。でこのふかふかのパンがやっぱ甘くて、懐かしい味。あ、おる。おいしい。真冬にちょうどいい。中のフードコートもいいけど、外に出てる屋台みたいなこのお店が大好きで、隣に明石焼きもあった。めっちゃ迷ったけど、がっつりご飯食べたかったんやけど、どうしても香川の本場のうどんが食べたくって、こっから高速で淡路島を抜けまして、津田の松原サービスエリア、なんかもうレベルを超えた、サービスエリアのレベルを超えた、さぬきうどんセルフ食べれるということで向かっていきます。1時間12分ちょっとあっという間にですね、淡路島を南下いたしまして、鳴門大橋がもう見えてきました。すごい、久しぶりや徳島。去年初めての雑誌の撮影で、Kマガジンで並走しながらカメラマンさんに撮ってもらったの覚えてるな。徳島県に入りました。去年の夏、獅子食いやったっけ、素敵なジャグジー付きの宿に一人で泊まらせてもらって、1年ぶりか。徳島ラーメンめっちゃ食べたいんですけども、今回は徳島を通り過ぎまして、香川の津田サービスエリアでさぬきうどん食べたいと思います。あとちょっと。やばくない？今の時代まだ鍵っていう、ガッツさんいつもお世話になってます。着いた、やっと香川に着いた。津田の松原サービスエリア。なんか津田の松原サービスエリアのフォントが結構ホラーなんやけど、これ穴吹き屋さん。サヌキうどんの揚げたやつがバーガーに入っとる。土日限定やな。食べてみたい。麺もそこで作ってて、麺を茹でるのに結構時間かかるんかな、15分ぐらい待ってほしいって言われたんで、隣にある売店にやってきました。さすがうどん県、あらゆるメーカーのうどんがめっちゃ勢ぞろいしてる。でそれぞれ全然ちゃうんかな。でここ穴吹き屋さんは結構香川でも有名なん。あ、でもここのサービスエリア限定らしい。ですね、今回は徳島の鳴門さんの生わかめ、これあの水で戻したやつ、サラダにしたり味噌汁に入れたいと思います。これがこれ350円かな。でめっちゃ気になるの発見した。きなころ。かまたまうどん、これで480円です。すごい、小麦のいい匂い。もちもちのコシももちろん、小麦の香りが全然ちゃうよな。噛むたびにすんごい
いい香りがする。一人でぼーっと好きな音楽聴きながら、何かやこういろんな頭の中でいろいろ考えながらぼーっと運転する時間ってすごい好きで、で日本はこういう充実しすぎるサービスエリアがそこら中にあるし、綺麗やし清潔やし、トイレとかもちゃんとあるから、そういう面では本当に楽しい車旅。いやー、でもなんか去年もうどんツアー一人で食べまくって、もう本当に感動的なぐらい美味しい。なんかうどんが生きとる。かわいいきなころっていう、なんかさぬき和三盆を使ったきなこ大福らしいんやけど、これ年間8万5000個も売られとんやって。すごいふわふわいただきます。うわ、めっちゃ好き。和三盆の甘さがすごい上品。生クリームもすんごい美味しい。なんか高級な百貨店とかに売ってそう。これは160円。この後もう愛媛に行きます。なんて読むやろこれ。石山ハイウェイオアシス、なんやろ。1時間40分。で最終地点は島並海道の大見島向かいたいと思います。最終地点、皆さん見てください、夕日がめっちゃ綺麗。また5時前やのにもう日が落ちた。めちゃくちゃ暗くなってきた。およそ300メートル先、右方向です。はい、到着。おー、大阪から愛媛まで来た。ここ石槌山って読むんや。石槌山ハイウェイオアシスに着きました。これさ、温泉はまた上なんかな。とりあえずトイレ休憩して、どんなものが売ってるか、愛媛の名産、みかん買いたい。さすが愛媛、みかんみかんみかん。これ全部さ、いろんなみかんの品種のジュース。面白い。これ、タイユッケ丼と大好きな私の焼き豚卵飯。愛媛来た時に、どこやったっけあれ、松山道後温泉入ってから、焼き豚卵飯の名店、超ローカルな昭和な感じのとこに入ったんやけど、めっちゃ美味しくて、今日も絶対食べたかったんやけど、一個言っていい、全くお腹空いてない。お腹空いてない。ちょっと本当にみんな愛媛来たらマジで焼き豚卵飯食べていってほしい。どうしよう、なんかポンジュースが蛇口から飲めるやつがあるんやけど、どこやろ。待って、1個850円すんねんけど、高っ。いろんなみかんが。めっちゃ寒い。さっきの、売店から上に上がってきたら、モンベルがめちゃくちゃでかい。見て。てか誰もおらんのやけど。こっちの上に椿温泉っていう温泉がある。おお、やっとんかな。蛇口のポンジュースやってみたかったんやけど、あれは土日限定らしい。
ません入ったら小腹空いてきたんで、大好きな焼き豚卵飯、これで、セットで950円でした。見てこれ、卵が2個も乗っとって、絶妙な半熟卵とこの甘辛い焼き豚が超絶美味しい。卵かけご飯好きにはたまらん、マジで。来ました、これしまなみ海道、もう真っ暗で何も見えん、絶景が全く何も見えんわ。ここが輪っかっていう、自転車も部屋の中に入れられる、なんていうの、ドミトリーホテルになります。かわいい、ほらもうめっちゃ自転車止まってる。お邪魔します。レセプションめっちゃかわいい。ていうか、はぁ、あれよ、壁に貼れる世界地図、これめっちゃ欲しいやつがある。ここが本日のお宿です。ドミトリールームなんですけど、今コロナ禍はもう貸し切り、一組貸し切りになっております。うわー、ここにしてよかった。すっごい清潔やし、マットレスやし、ドミトリーって言ってもコンセント3つと、でこれがアメニティらしい、バスタオルとか。こんな感じ、清潔で、こう自分の部屋のオートロックで、うわすごいセキュリティ、ピッカピカやん。楽天トラベルで予約したんやけど、今あの地域限定クーポンってあるやん、全国の。私本当にこれ全然知らんくって、無料の PCR を受けに行ってきました、この間最寄りので。陰性証明があれば、愛媛めぐりクーポンで6000円のところ、3600円で宿泊できました。しかも朝食付き、手作りの朝食付き、あの愛媛県で使えるクーポンまでくれた、3000円分。実質600円ってこと、ここ多分全部ワクチン打ってる人は何もいらんってことやんな。すごい、今こんなあるんや日本。イメージキャラクターみきゃんちゃんとこみきゃんちゃんが書いてるこの1000円クーポンが、ここにバーカフェとかもあるから、そこでなんとご当地ビール売ってた。クーポンを早速使いたいと思います。有効期限が明日まで。バナナのような酵母の香りが楽しめます。大見島の醸造所があるんですか。はい、大見島にあるブルワリーさんの。すごい、カウンターがあって、あっちもカフェスペースがあった。大阪から4時間半ぐらい運転、お疲れ様でした。楽しかった。では家で飲んでる方、乾杯。美味しい。すごい、これいろいろ情報聞いてたんやけど、大見島ブリュワリーさん、この大見島で醸造所をやってるやつくて、フルーティーでまろやかで、なんか全然炭酸が注いだ時に炭酸ができない
作り方をされてて、でも飲むとすごい炭酸がスッてくる。めっちゃ美味しい。ここブルワリーさんか、ここあのワッカさんでしか買えないらしいよ。道の駅とかに売ってないんやって。ありがたく愛媛のクーポン券を使わせていただき、これが1200円するので現金200円だけ払わせていただきました。明日はここで朝食をいただきまして、広島に出て広島グルメを堪能して山口に入って、山口の実家美祢市に行きたいと思います。次の動画もお楽しみに。私が今日着てたバケットリストのアバレルの情報も概要欄と、添加物もほぼ、省いた冷凍宅配弁当サービスヤミーも、本当にもう冷凍弁当の概念が変わる、もうすっごい自信作になってますので、その詳細も概要欄から注文できるのでお願いします。では最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。天気予報雨やったっけ。牡蠣の串焼き、小谷サービスエリア、広島といえば牡蠣フライを食べないと。もみじ饅頭が刻んで入れてある。おいでます、山口。ゴールゴール。ここはどこ